今回はハードオフオフハウス埼玉大宮西店に行きます。埼玉県道57号線埼玉鴻巣線鴻巣方向へ走行しています。左手にハードオフ埼玉大宮西店が見えます。ここを左折して駐車場に入ります。駐車場は普通車が34台停められます。営業時間は月曜から金曜が10時半から20時、土日祝日が10時から20時となっています。入り口にはいつものようにマスク着用のお願いがあります。入り口を入って右側に買取カウンターがあります。この店舗には消費税率表記についてのご案内というものが貼ってありました。前からですね、価格表示が、8% のものが結構混じっているので不思議に思っていたんですが、店内の商品で旧税率に基づく税込み価格となっている品はレジにて改めて新税率 10% に基づき生産させていただきますという貼り紙がありました。ジャンクチェックコーナーがこの店ではきちんとありました。ごくたまにですね、ジャンクチェックコーナーがない店もあるんですね。ここはテーブルも広くて使いやすそうです。クラシックギターですね、ヤマハ CG120A です。販売価格が2万5000円ぐらいだったものです。備考欄にはですね、提携店舗でメンテナンス済みということと、あと付属のケースが付いていますということで、税抜き1万3000円です。ポータブルナビが結構台数がありました。これは産業 NV-SD741DT、ゴリラナビと呼ばれるものですね。製造年がですね、おそらく10年ぐらい前のものだと思うんですね。で、地図データがどうなってるかがわからないんですが、地図が古いままだと結構使うには辛いですね。ジャンク品で4000円です。こちらのポータブルナビは、前輪の辞書にそれから ルルブのですね、情報が入っているようなんですが、やはりですね、年式が結構古そうです。こちらの方はリユース品の扱いですが、現状販売ということで10日間返金対応になっていますね。価格の方が税抜き3000円です。こちらは電気蓄音機です。ビクターのものですね。動作未確認ということです。値札の方がですね、1万800円と出てますが、これ旧税率ですね。税抜きで1万円のところ、セールで半額となっています。アンティークのですね、置物等にいいのかなというふうに思いますが、真ん中のボリュームのつまみがないのは残念ですね。ターンテーブルです。プロジェクトオーディオのですね、エッセンシャル2というものです。仕様を見るとベルトドライブということになっているようです。で、もう一つですね、どうもこれ USB ダックがついているらしいですね。扱い新古品ということで1年間保証がついて税別5万円という価格になっています。ステレオミュージックシステム アイワ AS30 です。これはレコードプレイヤーにカセットがついて、それからラジオですね、 AM/FM のラジオがついてアンプも搭載していると。これにスピーカーつければ、いいわけですね。そういう品物です。備考欄には電源入りました、その他未チェックとあるので、
動くかどうかは疑問ですね。ジャンク品で税別7000円です。スーパーオーディオ CD 対応の CD プレイヤーヤマハ CDS1000 です。2008年に発売されたものなので、今からざっと12年前のものになります。最近は高音質の音源も、ファイル等でですね、扱う場合が増えてきているので、スーパーオーディオ CD というのは今となってはもう古いのかなという気がします。リユース品で税別7万円です。こちらの方にあるのはジャンク品で1本500円のスピーカーです。いくつか、並んでいました。 LL カセットレコーダーナショナル RQ428 です。 LL というのはランゲージライブラリーのことで、語学学習をするための、カセットを再生したりする、専用機という位置づけのようです。LL のカセットといっても普通のカセットと変わるわけがないので、通常のカセットレコーダーと何ら変わることがありません。動作未確認現状販売ということですね。ジャンク品で税抜き2000円です。大型ラジカセシャープ GF909 です。1980年頃、今から40年前くらいですね、こういうかなり大きな形をした、ラジカセが一時流行ったことがあるようです。このラジカセの特徴としては、スーパーウーファー16センチのものが2つ付いているということでしょう。実際どんな音か聞いてみたい気もします。備考欄にはカセット1は開きません、カセット2は動作 OK、 AM FM 視聴可能、スピーカーガリオン出ます、アンテナに折れありということです。ジャンク品ですので現状渡しということですね。税別4万円です。天体望遠鏡ビクセンスペース I50M です。国内のビクセンというメーカーが作っている、口径が50センチの、屈折式望遠鏡ですね。三脚の方は赤道儀ではなくて経緯台となっています。備考欄の方には接眼レンズが2つと星座早見が付属というふうになっています。ジャンク品現状渡しということで2000円です。全天球360度カメラエレコム ACAM VRD01 です。360度の写真が撮れるということで非常に面白い製品なんですが、この製品ですね、エレコムのホームページ上で不具合の報告がされています。それを確認しておいた方が良いですね。ジャンク品で8000円です。双眼鏡ニコン 10×70 です。かなり口径が大きいので天体観測などにも向くのですが、備考欄の方に提携店舗にてメンテナンスを行っていますが、三脚取り付け部が動作しないため特化というふうになっています。三脚の取り付けが難しいようですね。リユース品で5万円です。 35mm フィルムコンパクトカメラ富士フィルムクラッセプロフェッショナルです。世の中がデジタルカメラに移行している最中にですね、出されたかなりですね高性能なコンパクトカメラです。備考欄には連携店舗にてメンテナンス済みストラップケース修理表付属しますとあります。
3ヶ月保証がついて税別7万円です。ブラウン管カラーテレビ受像機シャープ CT6003 です。画面は5インチと非常に小さいのですが、ブラウン管なので奥行きがかなりあります。1983年のグッドデザイン賞を受賞しているようです。動作の方未確認ということなんですね。インテリアとしてどうぞと備考欄にはありました。ジャンク品で税別1000円です。ビデオウォークマンソニー GV8 です。これは 8mm ビデオを使って録画や再生ができるものです。液晶モニターは5インチでかなり小さいです。備考欄にはチェック時通電確認できました。その他は未確認で現状販売ということですね。ジャンク品税別で、6000円です。ミニフロッピーディスクユニット富士通のものですね。おそらく FM8 あたりのものだと思います。5インチフロッピーディスクのようですね。備考欄チェック時通電できましたのみですね、書いてあるのはね。現状販売ですということでジャンク品8000円です。モニターとの一体型 PC です。 Apple iMac です。これはおそらく初代のものだと思います。ブラウン管のモニターの一体型なので奥行きがだいぶあります。これだいぶ以前にですね、一度この店で見てるんですが、その時は、1万円、税抜き1万円という価格でした。それがですね、言ってみるとですね、最終処分ということで税抜き2000円になっていました。だいぶ下げましたね。これまあ置物としてはいいのかもというふうに思いますが、備考欄には通電確認しました、でも映像は映らないと書いてありました。税抜き2000円です。スマートスピーカークローバーウェーブのようです。 LINE の開発した AI で、音声でですね、さまざまな、命令が行えるものです。この商品は、リユース品となってるんですが、未開封品ですというふうに書いてあるので、スマートスピーカーちょっと試してみたいななんていう時にはいいかもしれません。リユース品の扱いで税抜き2000円です。電子辞書です。左からカシオ XD-D6100、税抜き4000円。もう一台カシオ XD-SF4800、税抜きで2000円のところがさらに半額になっていました。右側の電子辞書は音声機能が使えませんとのことです。